俺の志。大博打参ろうか。秀忠の隊はまだ来ぬか。未だ姿が見えません。何か不測の事態が起こったのやもしれません。秀忠さん、いかがなさいましょう。これ以上は待てぬ。明朝決戦に及ぶ。はあ、数で互角であれば我らが敗れる道理はございません。根回しは万端です。現状でも最善を尽くし、必ずや徳川に勝利。秀忠、何をしておる。どうもあちらさんの夫人が妙ですな。どういうこと。家康率いる本隊とは別に、秀忠の率いた別動隊がこちらに向かっていたはずなんですがね。その連中が何か策があって兵を伏せているということ。いや、さすがにそれは。別動隊は中山道を進んでいるのだったか。中山道、つまり上田を通ったのだ。そうか、真田が。4万の部隊を釘付けですか。まあ正幸さんならやりかねない。流れが少し変わったかもしれない。正幸殿、雪村が作ってくれた好機だ。必ずや家康を討ち取るぞ。前陣進め。この一戦、天下を分ける戦ぞ。全軍迎え撃て。家康を討ち、豊臣の秀吉様の残された天下を守るのだ。東軍の人間陣では小早川、吉川が動かず、警戒しておく必要がある。万が一の時は俺の命を使って押しとどめるまでだ。真田のおかげで兵力では有利。勝てる。島津の行く末、天下に示してくる。俺の傷、貴様に増やせる。何も見よ。じゃらー、あっちで気合い入れてくれ。そこ、俺に使えて本当に良かったのか。何を今更。こんな面白い戦をあてがわれて軍師冥利に尽きるってもんですよ。志を得た力ってやつ、敵さんにも。前陣進め。この一戦、天下を分ける戦ぞ。全軍迎え撃て。家康を討ち、豊臣の秀吉様の残された天下を守るのだ。小早川、吉川は動かす。警戒しておく必要がある。万が一の時は俺の命を使って押しとどめるまでだ。真田のおかげで兵力では有利。この世を勝てる。死なずの戦を天下に示していく。愚かにな。
を取ると次こそは最善を尽くす。勝ったと思うなよ。覚えてやがれよ。東軍の先手は打ち破った。勢いに乗りさらに進め。鉄砲隊進め。前後より西軍へ打ちかけよ。さすが忠勝、効果的な運用だ。しかしその程度じゃ止まってやれませんな。この辺でちょっと仕掛けておきたいところですね。敵将討ち取ったり。大阪より毛利輝元の軍勢が接近中。その数5万。5万の援軍が来るだと。これじゃ戦をひっくり返されちまう。小手先の策だが少しは楽に戦えそうだ。天守馬だよ。救援コール。押されている。ここからが本番。来るともだ。この程度の戦果は誇れる気がせん。首まであと少しだ。全軍一気に突き進め。合戦、こんな兵がちある限りこの名元へはたどり着けぬと知れ。これだけ敵を引き出せれば十分だろう。小早川、吉川、展開して西軍を押し潰せ。寝返りだと。俺、秀吉様にあれだけご恩を被りながら。敗北。忠勝、高虎に続け。ここが勝負の決め時よ。火を見て一気に仕掛けてきた。耐え抜いて反撃の糸口をつかむ。秀元がいたはずだ。家中の寝返りに動揺もあろうが。敗走。あと少しだ。全軍一気に突き進め。合戦、本多兵がちある限りこの名元へはたどり着けぬと知れ。
これだけ敵を引き出せれば十分だろう。小早川、吉川、展開して西軍を押し潰せ。寝返りだと？たまにあれだけ御恩を被りながら、開門！忠勝、高虎に続け！ここが勝負の決め時よ！てめえにも見よ！清水一気に仕掛けてきた。耐え抜いた反撃の糸口をつかむ。吉川の後ろに毛利秀元がいたはずだ。家中の寝返りに同様のあれ。殿の大門を阻まんとする者は全てこの忠勝が切り伏せる。参られ来るとだ。毛利秀元の使者を、寝返りなど言語道断、毛利家の威信に関わると伝えろ。義継の申す通りだな。我らは西軍として豊臣家に忠誠を尽くす。吉川の寝返りで秀元は動けぬと踏んだが、うまく動かされてしまったな。いつの世武士の自信は実に尊い。だが、それだけでは人は動かぬのだ。これが流れか。だが、友のために今日ばかりは抗ってみせよ。ことの何を望みて引かず、本物切りを踏んだれ。敵将、討ち取ったり。するがいい。耐えきれん、聞かせてもらう。来るともだ。敵将、討ち取ったり。無念じゃ。手にも見よ。守ればいいかな。
宗重が間に合ってしまったか。巻き返されぬよう用心せねば。それまで目にも見よ。お前が生きならば激怒は俺が止めてみせよ。手助け無用。俺は己で守る。急げ。三成、先に行くぞ。義継が撃たれた。義継がまだまだ、こんなもんじゃ俺を止めらんねえぜ。どれを差し上げた。まさかお前にな。でも思った。やはりバカに首輪やれんな。バカって言うな。バカ、てめえがバカだからこんなことに。体操に来て包囲されちゃちょっと厳しい。全軍引いて再起を図りましょう。ここまでか。全軍退却。みんな生き残れ。炎さえ生きてりゃ負けじゃない。さて、あらあ、ここがお前は生きねばならん。激流は俺が止めてみせよ。遅くなった。大津城攻略に手間取ってね。とりあえずここを守ればいいから。宗重が間に合ってしまったか。返されぬよう用心せねば。まだ全てが押し流されたわけではない。みんな踏みとどまれ。目にも見よ。天心だよ。手助け無用。己の身は己でも。急げ。でやってやんぞ。これ。お前
バカに首はやれんな。バカって言うな、バカ！てめえがバカだからこんなことに。敗走。重が間に合ってしまったか。巻き返されぬよう用心せねば。まだ全てが押し流されたわけではない。みな踏みとどまれ。殿、どうやらお別れのようです。まさか、ザコーン！手助けの者、俺の身は己で守る。急げ！目にも見よ。オラオラオラ！ガチでやってやんだ、これ！バカに首はやれんな。バカって言うな、バカ！てめえがバカだからこんなことに。
させられたか。俺たちも引くとしよう。勝利条件変更。変更一撃。お前がいたからここまで戦えたよ。家康様こそ天下を太平に導くおか。たとえ相手が誰であろうと邪魔はさせん。
ませんか。誇れる気がせん。真田がいる。俺たちの志は雪村たちが。今、何と言いましたか、高虎。大谷義次、討ち死に。石田三成は捕らえられ、処断となりました。こたびの乱は三成が独断で起こしたもの。豊臣家に類が及ぶことはありません。真田は？は？真田はどうなります？真田は秀忠様の隊を釘付けにし、関ヶ原についに間に合わせませんでした。家康様の落胆とお怒りは大きい。正幸、雪村ともに死罪は免れんでしょう。茶々様、どうか家康様をお頼りください。徳川の家臣となることこそ、豊臣が生き残る唯一の。話は分かりました。下がりなさい、高虎。茶茶様、どうかお聞き入れください。あなただけは生かしたいと長政様も。辛い役目をさせました。あなたはもう浅井のことは忘れ、己の志に従って生きればよい。チャチャ様、下がりなさい。はは。みんな、いなくなってしまう。私は
む。ド派手に株効果。関ヶ原で西軍は大敗、三成は処断されただと。これで天下の趨勢は徳川に定まりました。むざむざと友を死なせ上杉を窮地に陥れるとは、景勝様申し訳ございません。こたびの関は全て兼続にあり、潔くこの場で腹を。どう耐えるの。上杉の義が破れたわけではない。我らを信じ戦った者たちを一人でも多く無事に返す、それが我らのなすべき務めであろう。はい、景勝様、重ね重ねの心得違い、面目、景勝様と上杉の将兵を無事撤退させてみせます。我が義と愛にかけて。うむ、頼みとするぞ兼続。決して逃がすな。味方がちりぢりにされてしまったか。最上、関ヶ原の勝敗を聞いて調子づいたな。必ず生きて帰る。義の同志を失うわけにはいかない。厳しい戦場だが共に生き抜く。これだけ追い散らされてはどうにもならん。もはやこれまでか。我が死を落とさず過ごそうと。うざまよな。身内をくれてやる。がゆえとのこと。ゆえにこそ我らが義を示さねばならぬ。それでは徳川の別動隊を上田で撃退したはず。雪村たちの勝負はどうなるか。皆奮戦せよ。ここを上杉の支地とするのだ。行け。断じて上杉を逃がすな。開門。追いつかれれば陣形が伸びる。それでは括弧撃破の的だ。早急に倒せれば。無心が申し子の名に恥じぬか。バカな、声を取るだと。なりの敵を撃ってやりたい。そう考えてはいけないのでしょうか、景勝様。
お前の義であれば止めん。上杉の将兵にもはや戦う意志はなく、許してくれ三成。よし、最上軍はほぼ振り切ったか。この勢いで進めば。急げ。お待ちしております。これより先に進ませはいたしましょう。仕事なんだ。先には進ませられないで。伊達にも追いつかれてしまったか。しかし上杉は歩みを止めぬ。進むのみ。武神が申し子の名に恥じぬか。次の後輩を突くぞ。伊達と共に挟み撃ちにするのだ。開門。来るか、もがみ。いなく敵の包囲など何ほどのことやあらん。わしがしんがりを務めまする。もがみよ、かかってまいれ。撤退する。
恥じぬか。来られました。ご無礼ながらここで果てていただきます。ハイド奴らを撃てば退路を確保できる。全軍進め。ここが踏ん張りどころだ。三成などについても良いことはない。誤ったな影勝。上杉の身体に関わりなし。敵将討ち取ったり。窮地にありながらいささかも乱れず軍を統率するとは見事だ兼津。私一人の力ではない。全ては影勝様、そして将兵の支えあればこそ。敗走。これ以上味方を失うわけには。竜を振る。救援要請したい。戦力を見誤ったか。軍神が申し子の名に恥じぬか。決して下がらぬのが俺の心情だというのに。クソ、ここまでか。ミノ、引け。ご無礼ながらこれより乱暴を働きます。戦力を見誤ったか。バカな、遅れを取るだと。遅れを取るか。竜を振る。戦力を見誤ったか。勝負の寄付、恥ずかしめに。これ以上抑えられませんか。不本意ながら引かせていただきます。隊を確保した。皆こちらから引くといい。軍神が申し子の名に恥じぬ。まさか逃げおせたつもりではあるまいな。竜のアギトからは逃れられんぞ。北川政宗、お前を撃って悠々と引いてやろう。来い政宗。勝利条件変更。
だてめえ、殿を撃たせはせぬぞ。ここは引かせてもらうわ。なに戦を伏せに堂々としておる。まこと上杉とは大バカ者の集まりよ。じゃがバカ者どものバカ戦ほど手に負えんものはない。行くぞ影勝つ。望むところ。しけてるね。もっと盛り上げようか。救援要請したい。我こそ天下無双なり。遅れを取ろうだ。心頑張れ。まだ勝機はあるぞ。敵将討ち取ったり。ここぞ。忌々しい。そのしぶとさに免じてこたびは道を譲ってやるわ。影勝様、我らは負けました。されどなおこれからの世に義と愛を示すことこそ。うむ、上杉の義である。仕留め損なったか、忌々しい。実に見事な引き際でございました。むしろ上杉に名をなさしめる結果となりましたね。敵を褒めてどうする。勝ったのはわしじゃ。そうだな。雇い主がボロ負けして稼ぎが不意になることがなくてよかったぜ。でかい稼ぎ口もこれでもうなくなるだろうからな。そうとは限らんぞ。まだ天下にはこの政宗がおるのだからな。政宗様、滅多なことをおっしゃいませんように。だが上杉もまだ終わりではなかろう。あのクソ忌々しい義が折れぬ限り上杉はしぶとく生き残るのであろうよ。そうかい。何にしろ俺はそろそろ店じまいとするさ。天下無敵の傭兵がひよったことを申すものよ。どうじゃ、今度は家康を狙って。政宗様、勘弁してくれ。そういうの。信長も秀吉ももういいね。真田は生きる。父上のお役に立ってみせます。敵が南北より迫っている。この橋を渡り急ぎ引くのだ。北で内地が工作をしてくれている。我らはそれまで敵を引きつけるぞ。勝負を落とす。雪村様、ロースマシで
ゃない。工作が終わるまでは私が必ず守り抜く。さて、この橋は以前はなかったはず。おかげで大軍を退却させられたが、さすが信行様の指揮、敵が崩れないね。この速さで逃げられるのはまずいかも。よし、十分敵の目を引きつけたな。この散発的な攻撃、父上はどうやら我らを中央の橋付近に振り付けにしたいようだ。そうか、橋に集まった兵を一網打尽に。若手の伊勢崎城を抑えねば危ない。中央の橋付近の兵は即刻橋から離れよ。他の部隊は安全を確保するまで待機だ。でも長野一さん、ご覧あれ。やはり信行には見抜かれたか。兵を壊滅させるまでには至らぬであろうな。しかし足止めには十分。この軍が変遷に間に合わぬはあの坊主立て。三成殿の勝利を確実にするため、あれは秀忠殿の軍はここでついえていた。さて、次はどこに落とすか。防げなかったか。ここは体勢を立て直さねば。敗北条件変更。お守りいただきありがとうございます。ちょうど工作も終わりましたぞ。よくやってくれたナイキ。これで父上の策がなる。よし、席を切れ。神川の怒り見届けよ。風評とは少し違う人物と見える。
きですな。赤備えはやはりお前にあるだろう。早々に下ればよいのに。痛手を与えられただろう。秀忠様が前線に出られるとは、我らも奮戦せねば。わしらも雪村様と共に戦います。みんな徳川をぶっ倒すぞ。あなたたちはこの前のありがたい。だが無理をするな。徳川の優勝とお見受けした。一手お相手願う。残る者はこの橋より退却せよ。大将首はここぞ、真田の者どもよ。武勲が欲しくば我が元へ参れ。正幸様と雪村様のため、ここは通さない。俺たちが相手だ。我が術師である。私は正幸の棚心の上か。まさか大将自ら動くとは思わなかった。心意気は見事、潰させてみた。伝令、精神中の家康様、石田の兵の奇襲を受け大討ちに。家康様が討ち死に。徳川はもう終わりだ。おやしつきせ。死ぬ者が多くて助かる。これで勝利を決められるか。出番だ。徳川秀忠。一応は数って聞いたけど、弱く強そうじゃないか。お働きですな。良き勝負でした。礼を申す。真田の戦、これに見よ。徳川秀忠はこれが初陣だそうですが、道理で動きが硬い硬い。それに引き換えは若の偉人の時のご活躍といったら、この剣心めよ。はい、いい加減若はよせ。今の私はここまでだ。だが徳川は断じて倒れはせぬ。救援行う。
めるには早すぎよう。お見事です、父上。雪女は、雲。ここで討ち取らせはしない。やはり決着をつけねばならぬ。決着と参りましょう。総理条件変更。次はどこに落とすか。我が術中である。これは見事なお手並み。どれだけ治癒を尽くしても父上には遠く及ばない。そのことを推断しています。バカを申せ。お前は野心と敬意を超えている。まだ負けてはおらぬ。すでに遅い。私は家康様のもとで太平をなすと誓った。ここで負けるわけにはいかない。私を遂げられただろうか。
雪村、忍びたちはまだ戻らぬか。はい、もう間もなくと思いますが、関ヶ原の本戦はいかが相なったか。秀忠の別動隊が本戦に間に合ったとは思えぬかな。はい、あれだけの数を割かれてはいかに家康殿とて。兄上には戦はどう転ぶかわからぬ。早々に相手を気遣うのはおもりが過ぎよ。は、申し訳ございません。されど父上、お聞きしてもよろしいですか。何故西軍に疲れたのか。真田にとって得があるゆえと申したはずだが。本当にそれだけでございますか。わしは。雪村様、正幸様、一大事です。戻ったか。どうした。西軍総崩れ、三成は捕らえられて。何、バカな。西軍は優勢であったはず。何故。寝返りが出たんです。小早川秀明が裏切って。秀吉様の甥である秀明殿が。信じられ。義嗣殿や左近殿はどうされた。どちらも討ち死にだって。なんという。義嗣殿、左近殿。家康が勝ったか。父上、どうかお願いいたします。こたびの我が功のすべて、いえ我が身命をかけて、どうか父正幸と弟幸村の助命を。治らぬ。家康様。それは通らぬとお主ならよう分かっておるはずだ。信幸、真田がこたびの戦で我が方にどれだけの痛手を与えたか。さよ、実にあっぱれな戦ぶりでござった。ただ勝つ。信幸殿は父と弟を敵にしてまで徳川への忠義を示されました。上田での働きも見事であったと聞きます。その願いを無下にされては。父上、直政殿。わしとて信幸の忠義に感謝こそすべ、一片の疑いも持っておらん。だがそれとこれとは話が別だ。恩情から正幸、幸村を許せば示しがつかん。この戦で倒れた者に何と申し開きをすればよいのか。あえてお許しなくば、婿殿と共に殿と一戦交ゆる覚悟と申し上げても。父上、それは。さような脅しは聞かぬぞ。ただ勝つ。信幸、聞き分けてくれ。ご心痛をおかけして誠に恐縮でございます。おお、分かってくれるか。されど私も身命をかけてと申し上げました。お聞き入れなくばこの場で腹を。信幸。いかに信幸の嘆願でも通るまい。真田がため四万の軍勢が釘付けになったのだからな。忠勝の口添えさえ退けられた。正幸、幸村の助命はとても。どうかお願いいたします。治らぬ。何をしておる。お主には謹慎を。処分は何としても直にお聞きしたかったもので。上田で足止めを食らい、関ヶ原に持参した剣の裁きと伺いました。いかにも。ならば
戸川誰よりこの秀忠にあり。秀忠を罰せねば示しがつきませぬな。秀忠様、何を？愛着ですか？それとも腹を切ってご覧に入れたがよろしいか？ああ、もうよい。秀忠様、第十三章、親子。正行、雪村らの上田城での前線も虚しく、関ヶ原の戦いは徳川方の勝利に終わった。二人は信行の嘆願で除名され、九度山へと配慮される。覇権を握った家康は慶長八年、征夷大将軍に就任。江戸に幕府を開き、名実ともに徳川家の天下となる。しかしその後も大阪では豊臣家が存続しており、豊臣と徳川の関係は日を追うごとに悪化していた。そんな中、九度山で静かな日々を過ごす正行に最後の時が迫る。乱世を駆け抜けた豪将が残す思いは。ご入り用ですか？また寄ってください。おお、父上、不自由はございませんか？あったところで、ハイルの身の上で贅沢は申せまい。信行にそうたびたび無心するわけにも参らぬしな。それは、そうですが。不自由をしておるのは、お前ではないのか、雪村。私ですか？いえ、さようなことは。胸の内がうつうつとしておるようだが。いえ、決してそのような。兄上の身を捨てた嘆願で救われた命、我が身を慎んで暮らすのみです。ならば一層仏門にでも入るか。おたわむれを。ただ大阪の様子は気がかりです。豊臣の方々はどうなさっているのか。その目で確かめてくればよかろう。しかし、それは。犬伏でも言ったはずだ。心のままにせよ。わしに気を使う必要はない。
はあ。雪村様、正幸様のご様子はいかがですか？やっぱさすがの正幸様もがっくり来ちゃってたり。幸いそうでもない。へえ、じゃあまだ巻き返しの木を狙ってるんだ。巻き返すってどうやってよ？豊臣だってこのまま徳川の天下になるのをただ眺めてるわけないだろう。なるほど。それじゃあ今度こそ天下をひっくり返す秘策を。それが策をね。はにゃ、なに、ふぬけちゃったんじゃないよね。ちょっとあんたね。父上に限ってそれはないと思うが。ともあれ、大阪へ向かうぞ。お、視察ですか？合点承知です。見張りの連中とか大したことないよ。父上の真意も気にかかるが、茶茶様、どうしておいでだろうか？我が信念。私は本来であれば工藤山で謹慎のみ、目立つ行動は控えねば。こっそり行ってこっそり戻ってくればいいんでしょ。楽勝楽勝。貫き通すは我が信念。私は本来であれば工藤山で謹慎のみ。こっそり。
貫き通すは我が信念。私こっそり。マジっすか。
ここまで来ればもう大丈夫だろう。二人のおかげだ。ありがとう。いや別に、俺雪村様の忍びだから。照れてる照れてる。あと少しですが、油断は禁物。慎重に行き。雪村様。あ、雪村様。おお。これは。おお、お前。大声を出すな、バカ。雪村、こっちへ来い。しかし大胆だな、お前も。自分の立場は理解しているだろうに。恐れ入ります。チャチャ様のご様子が気がかりで。そうか。だが、到底曖昧。俺たちもなかなか目通りする機会がない。そうなのですか。今の大阪城は変わっちまった。あいつ、なんつったっけ。大野春永、チャチャ様の馬の子だな。そう、そいつがなんか偉そうに取り仕切っててよ。何様だっつうの。この野郎、三成の足元にも。悪い。いえ、俺たちを責めないのだな、雪村。なぜ三成と共に戦ってやらなかったのかと。我ら真田も親兄弟で戦いました。みんなそれぞれの志があってのことと存じます。そうか。でもよ、あのお姫様はやっぱ俺たちのこと裏切り者と思ってんじゃねえのかな。だからあんな。チャチャ様はそのようにお考えにはなりません。ならばありがたい。あー、くそー、だっせえな俺は。正則殿、落ち着けバカ。豊臣の家は俺たちが必ず守る。それが三成や義。はい。あ、家康が舐めた真似しやがったらぶっ飛ばす。
いいけど。別に密偵見つけるのなんて俺一人で平気なのに。先輩は雪村様のそばにいればよかったじゃん。今私が雪村様のそばにいても何もできないし。チッ、やった。
やった。徳川が探りに来るってことは、雪村様が抜け出したの、バレたのか。半蔵のだ…だよね。
では現在豊臣の中心となっているのは茶茶様だというのか。そうみたい。祭り上げられちゃったんじゃない。わあ、あのお姫様、そういうの嫌がりそうなのにね。嫌だろうけど、ネネも三成も義継もいないんじゃ。徳川とはどうなっている。今すぐ戦って感じじゃありませんけど、いろいろ難癖はつけられてるみたいです。将軍にもなってもはや名実ともに徳川の天どお。それより室まさ戦う父上が。なんでここに。真田正幸はいるか。暗殺に来たってこと。正面からなんて俺も舐められたもんだね。落ち着け。さような任ではない。だったら。久しいな、佐助。家康様、なんで。真田正幸殿にお目通り願いたい。取り次いでもらえようか。家康殿、これは一体。すまぬな、断りもせず押しかけて。構わぬよ。日がな書を読み、畑を眺めるだけの毎日ゆえ。それは豊かな日々であろうな。いつでも変わってやってよいぞ。お主は全く変わらぬな。尾羽内からした姿を見たかったのであれば、ご期待に添えず申し訳ない。いや、よい。あの日のままのお主と一度話しておきたかったのだ。死んだものを言い訳にするな。お主はわしにそう言ったな。あれほど答えた言葉はない。さようか。だが、いや、故にこそわしは足を止めるわけにはいかなんだ。幾千幾万の屍を踏み越え、なお果たさねばならぬ大義がある。その重みに耐えかねて足を止めれば、全てが無駄死にとなる。それだけは断じてさせぬ。故にわしはやり遂げるのだ。何としても。好きにすればよい。
お前の覚悟にわしが口を出すいわれはない。同様に我ら真田の意地も変わることはない。わしらの大切なものを踏みつけにせんとすれば、わしとわしのせがれが何度でも相手になろう。父上、そのこと夢忘れるな。心しておこう。邪魔をしたな。わざわざのお運び恐れ入ります。父上、夜風はお体に触りまする。うん、父上が何のために戦ってこられたのかようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを、太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上、されど同時に思うのだ。なぜあの時勝頼様と共に死ぬことができなかったのかと。いや違うな、ただ生きろと言ってやればよかった。そのためにわしが力を尽くそうと。それゆえ関ヶ原では西軍に。真田を守る、その思いは信行が見事に引き継いでくれた。真田は盤石のものとなろう。はい。お前には何も残してやれなんだ。許せ。父上、何を仰せになる。徳川を倒すという大望を父上は残してくれたではありませんか。そうか。はい。そうか。第14章完勝。慶長19年、家康はついに豊臣家を滅ぼす決意を固める。豊臣方もまた関ヶ原で浪人となった武士たちを集め、戦の用意を整えていた。正行の静かな死を看取った幸村は、父の残した思いを胸に大阪城へと舞い戻る。相対するは徳川の精鋭、その数は20万、豊臣方の約2倍にも上った。幸村は戦場にいかなる策を描こうというのか。you
ですかな。あ、雪村様。異常ありません。チャチャ様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、雪村。はい、お約束通り必ずチャチャ様をお守りいたします。約束など。は？軍議が始まります。急ぎなさい。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら有利を捨てねばならぬ。チャチャ様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、チャチャ様。任せます。チャチャ様。では軍議は籠城と決まった。ガタガタよろしいな。チャチャ様、どうなさってしまったのだ。